商品レビュー専門。最近、高額ドライブ、CD とか DVD、もらった時に困るんですよね。特にノートパソコン、ドライブが付いてないんですよ。デスクトップパソコンでも、最近廃止の傾向にある、スティック型 PC レスと当然付いてない。そういう時に便利なのが、ポータブル型の高額ドライブですね。こちら、DVDRW 対応ですね。USB3.0 で高速転送ですよ。もちろん USB2.0 でも使います。本体はこちらですね。トレー式、そしてケーブル。 自家付けですね。だからなくすことないです。使おうと思って、あ、ケーブルがない。そういうことないですね。ケーブルも収納できる。このように収納できますね。あと、トレー式ですね。トレー式便利なんですよね。確率に入れることができる。あと、8センチ CD とか、保証外ですけど、特殊な形の CD も入りますね。まあ、あと、イジェクトボタンが付いてる。これいいところです。最近のドライブ、イジェクトボタン廃止してるの多いんですよね。でも、このイジェクトボタンがあると、強制的に出すことができますね。 あと、万が一出なくなった場合、パソコンからこれを取り外して、適当なモバイルバッテリーに接続する。モバイルバッテリーに接続して、イジェクトボタンを押すと、開きますね。万が一メディアが閉じ込められた場合、モバイルバッテリーとか適当な電源用意すれば取り出すことができます。これも強いですね。 もちろんクリップとかを刺して取り出す方法もある。でもクリップ探すより USB の電源探す方が今早いですよ。まあこれ絶対早いと思います。私の環境でも USB の電源はすぐ見つかりますけど、全部クリップとかは見つからないですからね。だからこの方法を覚えておいてください。それこれは使います。非常に薄い。そしてケーブルは直付づけてなくさない。もしもというときに適当な電源つなげば取り出せる。家族で1台、事務所で1台、職場で1台。持っておくと万が一の時に役立ちますね。商品レビュー専門。 高額ドライブがない時代、外付けの高額ドライブ、一台持っとくと便利です。商品レビュー専門でした。